清水さんも当時すでにそれこそ本も出されて Direct3D のライブラリも広く使われて、それこそその清水さんからしてもやっぱり違う、やっぱあの 3D のプログラムってめちゃめちゃ難しいんですよ。で僕は一応 3D のプログラマーとして、まあ、高校生ぐらいの時から連載を持って、うん、まあ、チヤホヤもされてましたけど、それでもやっぱ金子勇という人間、本当の天才プログラマーの前では僕はよく喋る小学生みたいなもんだなっていうふうに思ってました。あのやっぱ自分でも作るからこれがいかに難しいかってよく分かるんですよね。で作ったことがない人はあれがどれだけ難しいかってことを想像もできないと思うんですよ。世の中的にはやっぱりウィニーを作った天才と言われてるじゃないですか、うん、でも清水さんからするともっとすごいものを作ってたし、 その中ではウィニーは、まあ、失敗作ですよね。打作と言ってもいい、あてか作らなくてよい。映画の中でね、裁判でバックプロポケーションは違うんだみたいな話をまさに清水さんが主催されてた、そうですね、第3回天界地下ウボーイ大会、そうですね、何年ですか？2007年かな。ここのところですね、さっき言った、まさにこの土着リクハッキーのさっき言ったみたいにこの考え方で実質の果物のエラーを全部の阻止でちょっと結論にだけ言いますが、あの皆さんこれ今見るとすごい真っ当なんですよ。なんだけど当時ってまずニューラルネットはもう終わったって言われてて、はい、ニューラルネットやってるやつなんていないんですよ。ちょっと解説すみません、挟ませてください、はい、今人工知能がねチャット GPT 筆頭に席巻してますけど、そのベースとなってるのがディープラーニングという技術で、それはこのニューラルネットっていうのは人間の頭の中にね、皆さん脳の中にニューロンがありますよね。そのニューロンのネットワークのことをニューラルネットワークといって、人工知能っていうのはまさに人間の脳を再現しようとして、僕は小中時からニューラルネットやってたんだけど、当時からニューラルネットってそもそも何の役に立つのみたいで、役に立つ理由もわからないから、まあ黒魔術みたいなこと言われて馬鹿にされてたと。特にアカデミックでは、うん、要するに今のディープラーニングまさに最近の議論でもあるんですけど、中身が見えないから学術的に評価しづらいですね。そうそうそう。で金子さんのこの主張っていうのはもうとんでもない話で、もう学研ムーみたいなこと言ってるわけ。バックプロパゲーションはおかしいって話をしてて、うん、バックプロパゲーションは今でもみんな使ってます、ね、スタンダードも今もうこれ使わないと死ぬぐらいの勢いなんだけど、当時の金子さんはバックプロパゲーションっていうのはそもそもインチキだって話をしてるわけですよ。でしかも大学を通用された男がもう完全にマッドサイエンティストなわけですよいやそうそうそうですよ、ね、学会を通用された男が突然専門外の神経回路プログラミングの話をしてて、しかも別に機械学習エンジニアでもないわけですよね。関係ないね、うん、ここはそのさっきの設定通過シミュレーション屋なんですよ、ね、いやシミュレーション屋から考えると、うん、バックプロパゲーションっていうのは神経細胞の動きをシミュレートしてないんだと。だから本当に純粋なニューラルネットワークが当初描いてた人間の脳を再現するみたいなことを考えてたってことですね。そう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 。だからなんでこう志をなくしてしまったんだと、うん、ちゃんとシミュレートしろっていうまず前半の半分ぐらいは私が作ったオリジナルの学習アルゴリズムの話この発生すべがすでにやばいわけですよ。いやいや、だって世界中の学会が否定しているものの、しかもその中で一番マシなものがバックプロパゲーションなんだけど、私が自分で作った独自のアルゴリズムでこの問題を解決しますとか言ってて、お前は正気なのかっていう。今回の話何がするかっていうと、バックプロパゲーションに代わる新しいのをまず作ったというのが大前提になります。これ実は 10年ぐらい前に作ったやつですね。10年前って何かというと、誤錯覚算法って言って私も言ってるんですけども、エラーが後ろに行くんじゃなくてエラー信号を全部共有しているっていう新しいモデルなんですね。でちなみにこの話ここで始めてしますので調べたことどこにも出てきません。10年寝かせた独自理論をここで初めてしてるこれこのビデオを撮ってから9年、まあ、約10年経ちました、ね、今なら分かる。だから僕は、うん、あの映画を見てもう勝手にこれはもう僕へのメッセージだと思って受け止めたのは、あ僕がじゃあこの ED 法を実装しようと、オープンソースでそれはうまくいくかどうか分かんないけど、でもこれは確かに合理性があるアルゴリズムなんですよ、うん、だからもしかしたら今もう一回世に問えばものすごい革命を起こす可能性がある。でこの方が簡単だし早いし、なぜかうまくいく。ですごいのは金子さんはこの時点でなぜかうまくいくって何度も言ってるわけ。でもなぜかうまくいくはディープラーニングのもう原則だから、まあ、まあそうですね、確かに。だから本当にすごいこと言ってて、しかもお伺いできればと思います。なぜ逆転無罪になったのか、はい、で検察官の大きな誤算というのは、実は2チャンネルの書き込みに関する証拠というのは起訴後に作成されてるんですよね。ごめんなさい、書き込みに関する証拠というのはどういうことですか？2チャンネルをプリントアウトして書き込みを、はいはいはい、でこれ著作権侵害を蔓延させることを奨励したんだということを一生懸命言ってたんだけども、はいはい、実際の2チャンネルの書き込みそんなこと書いてないじゃないかと。まさにここですね、確認せずに奨励したと思い込んでそれを証拠にしたと、はい
でポイントポイントで彼は悪いことすんなって言い続けてるんですよ。あでそこで実際は全然反対じゃんということで失敗したと。切り札だったんですよね真実書。ごめんなさいちょっと、はい、今のところもう一個聞きたいのは金子さんの呼びかけはお答えしづらいかもしれないですけども、はい、ポーズなんですか。ポーズというかそういうのはやるべきだとは思ってたみたいで何個か彼がトリップつけて喋ってる時は、うん、そういうのは勘違いしないでくれとあくまでも実験なので法を超えない範囲でお願いしますということは彼が言ってたのでなんかその辺がこうよく分かんないのはさっきからずっと続いてるお話って金子さんが、まあ、言葉を選ばずに言うと、うん、社会性が身についてないみたいな、でもそういうことをポーズとしておっしゃってるとしたらすごくむしろそれってこうレトリカルというか、はい、だからやっぱ FL マスク事件のことは意識してたんじゃないですか、あ最初の方の書き込みばっかり問題視する人がいるんですけど、うん、彼ね作ってるうちにね作ってるも変わるんですよ。で目的も変わるんですよ。ただね彼の悪い口癖は ね最初から俺は分かってたみたいなこと言いたがる癖があってあ分かってねえよと思うんですけどね。最高さはい笑顔いいですよね。無罪もはしゃいでましたね。この紙ですけどね金子さん持って帰ってしまいましたね。これ使いや俺も見たよこれ、はい、実物金子さんと飯食った時になんか、飯食った時に持ってくるんですよ。そう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 僕無罪でしたよ、うん、絶対笑い取れる自己紹介アルティが持ってこいって言って持ってきた、うん、確か六本木ヒルズでカニ食った時だと思うんだけど、当時ネタにしてましたね、うんはい、それこだなかなかこれ持つ機会ないからね。まあねできれば持ちたくないですけどね。これね面白いのがこういうエージェントシステムを大規模にやろうとするとパソコンがいっぱい必要なわけですよ。もちろん1台の中でプロセスいっぱい立ち上げてもいいんだけど限界あるしネットワーク系なんかやりづらいわけじゃないですか、っていう中でその2チャンネラーが Winnie を使ってくれるっていうのがすごくいい自分のプログラミング思考に対しての実験場だったんだなっていうのがすごくわかるんですよね。でシミュレーションってどこまでも仮想なんだけどもそれをエージェントモデルとして実際に動かせたのが Winnie だったんだな、はい、実際やってみるといろんな人がいてなかなか思ったように動かないからそれを直していくのが楽しかったってよく言ってましたね。でこれも面白いのが、まあ、とにかく彼は日本語でドキュメントとか論文とか書かない人間なんだけどもその2チャンネルがドキュメントとか書いてくれると代わりにだからそれも助かったみたいな話でそのある種のあの2チャンダウンロード板の開発コミュニティが金子さんをプログラミングに集中させてくれる理想的な環境だったんだなっていう。そうですね、それが本当良くないよね。まあそうだね。甘やかして。金子さんの気持ちもすごい分かって、僕はもう昔からコンシューマー向けのサービスをやってたから、その何かちょっと改良するとみんなが喜んでくれるとか、ちょっと不具合があると怒られるとか、なんかもうパチンコみたいなもんだね、そういうのってね。コミュニティっていうのは、うん、パチンコみたいなもんだから、楽しいからずっとやっちゃうんですよ。その天下一カーボーイ大会とかその前 の 3D ヤード大会って金子さん初めて会ったイベントとかの最初期にいたメンバーってもうプログラム書いてないんだよねみんな。もういい年こいたおっさんになっちゃったり会社上場しちゃったりして上がっちゃったりしてさ、もう俺しか書いてないんだよね結局。まあそれこそ金子さんがいたら多分まだ書いてたと思う、ね、うん、あの映画見て一番の大きな誤り、事実誤認、10年に1人じゃないのよ。不正室の天才なんだよ彼は、うん、10年に1人だったら今 3,4 人いないとおかしいんだよ。そうですね。でもあんな人はいないの、未だに見たことないあんな人。だからそれぐらいの損失なのよ、人類の損失なのよ、あれは日本のとかじゃなくて。いや日本にも可能性あったんだよ、ビッグテックに負けない可能性があったんだよみたいな持ち上げ方があるじゃないですか。で僕はそこに対してちょっとこう違和感もあって、いや別に金子勇さんガーファは作らんやろっていう気持ちもある。でも今清水さんがおっしゃったのはそういうベクトルじゃなくてその個人の才能としてっていうことですね。そうだよ、もうあんなやつはねもう現れないんだよ、もう俺が生きてる間にもう現れないんだよ。まあだからそれはだからもうなんでお前その余計なもん作りやがってってやっぱ思うよね。保釈直後に彼今だから言えるんですけど、うん、友達に連絡してたんですよ。でも面談禁止がついてるのに、うん、それで僕が次の日めちゃくちゃ怒ったっていうのがあったんですけども、うん、それ面談禁止がついてる友達に保釈翌日に連絡したの。保釈された日に連絡したから次の日分かって、だから本当さそこら辺がや実はやっぱあいつはバカなのか、ちょっとすごいっすね、ぶっ飛んでますね、うん、バレないじゃん。えそれなんだよ、バレない、バレないじゃんみたいな感じだった。バレないじゃんって言ったから、いやバレるでしょ、バレないじゃんって言ったから僕ぶち切れたんですよ。有罪にした方が良かったんじゃないの。やめてバレた時どないするんじゃって言って、いやそうだよねその連絡禁止命令っていうのはどれぐらいの強制力があるものなんですか。
それはバレると保釈が一発で取り消される。おっと、いやなんかね、僕は不思議なのは、それはまずいでしょ。僕は不思議なのは、それ本当にまずいじゃないですか。実は保釈した次の日にホテルまで迎えに行ったら彼いなかったんですよ、待ち合わせの場所って言ってたところに。でいなくて、もう連れてかれたかなと思って。それは映画でありましたね。そうね、必死になって探したらホテルの端っこで川眺めながらコーヒー飲んでたっていうのがあったんですけども、でそのいなかったって言って直後にあいつ告白したので、お前はこっちはお前それで保釈取り消されてしょっぴかれたかと思ってんぞって言ってめちゃくちゃ怒った、はい、でも保釈取り消されるともう一回保釈取るのすごい大変なんですよ、ね、もうマジでない、マジでない、はい。じゃあ何考えてるんですか彼は。分かんないです。いやだから今日の結論ですよそれがすごい良かったなと思った。あの時点では完璧に社会不適合者だったんですよ。それを、ね、長年かけてあの人間にあの回復させた貢献は僕の一番の貢献があったんですよ。素晴らしい。ダンサーにとって金子さんってどういう存在だったんですか。よく言ってたのは一つ上の弟って言ってたんですけども、あだってみんなパソコン小僧で育ってたやつがそのままおるんですよ、うん、みんないろいろ社会適合してなんかいろんな要素を身につけていくのに何も身につけてないっていうのが、うん、面白くて面白くて。なるほど、一つ上の弟、ね、狼で育てられた少女とかいたじゃないですかよく、うん、あんな世界があるんで。いやだからあの僕コッキャの映画を見て思ったのはね、まあ、あのもちろんだから映画だからフィクションとしてはあるんだと思うけど、やっぱりまあダンさんすごい金子さん好きだったんだと思うんですよね。ダンさんが金子さんが好きじゃないとあの映画できないと思うんですよ。いや本当にそう。金子さんはおそらくそのさっきの話から分かる通り2チャンネルしか多分友達がいないっていう中で、ウィニー事件をきっかけにダンさんに会って、ですごい友情とか信頼を持ってたんだと思うんだけど、ダンさんの方からしてもやっぱり金子さんってちょっと特別な存在だったんですか、うん、あんまり言い過ぎるとね、今年の夏ぐらいに薄い本が出ちゃうんで、うん、あんまり警戒してるんですけど、いやそっち側に行かなくてもいいけどね。まあでもでも全く全然読みたいならない。今映画ウィニーの公開に合わせてすごく金子さんに対する意見が盛り上がってるけど、やっぱりみんな全然触れられてない。これだけ調べた僕でさえ全然触れられてないんだなっていうことを思ったし、やっぱりそれはウィニー云々と別に今日清水さんがね一貫して訴えられていた金子さん勇さんの天才性、ウィニーを作った天才って言われてるけど金子さんの中で一番の打作がウィニーなんだっていう清水さんの言葉を僕らが認識していかないといけないなって思いました。あのもらったのは本当なんですか、ね、もらってない。あれ嘘なの。あれ嘘。おいふざけんじゃねえぞ。あれなんだ。